はい、どうも皆さんこんにちは。 TI クランのプライスと申します。最近ツイッターを賑やかしているある話題があります。で、その話題っていうのが、新レジェンドブリスクの、能力のリークについてなんですね。で、そのリーク情報っていうのが結構いろいろと情報が出ていまして、で、その新レジェンドブリスクのパッシブアビリティアルティメット能力の具体的な内容だったりとか、あと実際にウルトを打った時に、どういったことが起きるかっていう映像付きで、すごいこと細かに、そちらがリークされていたんですね。で、それについて結構その、界隈で憶測が飛んでいまして、で、これって本当なのかガセネタなのかっていうのがすごい情報が錯綜しすぎていて信憑性っていうのがわからないんですね。で、今回は僕なりの意見をともに、そのブリスクの能力を説明した上でこれが本物かどうかっていう話をしていこうと思います。よろしくお願いいたします。で、じゃあまず今回そのブリスクのどういった能力がリークされたのかについて説明していこうと思います。で、じゃあまずこちらの画像ですね。はい、で、こちら3つ、パッシブ、アビリティ、アルティメット、この3つが、ブリスクの、暫定的な能力らしいです。で、この、画面を撮ったのはどうやらスイッチ版で撮ったらしいですね。はい、で、じゃあまずパッシブの能力か。で、データナイフによる、調査ビーコンを、ハック可能っていうやつで、要するに調査ビーコンが使えるんですね、このブリスクっていうのは。で、プラス壁走りがどうやらできるらしいんですよ、パッシブで。だからもう何もしなくても普通にデフォルトで壁走りができてしまうらしいんですね。で、次にアビリティです。で、アビリティは、これリングフレアを一時的に、生成するっていうものらしくて、で、このリングフレア、皆さんもね、苦い記憶でおなじみリングフューリーで、実際にそのリングフレアが、マップの至るところに追加されていたじゃないですか。あれをアビリティとして生成することができるらしいです。で、最後に3つ目、ウルトっていうのがオートタイタンを、エリア内に投下して、で、オートタイタン、これタイタンフォールっていう、このエイペックスの、前のシリーズのゲームがあったんですけども、それでね、実際にこうロボットが銃撃したりだとか、あとそのロボットに乗って戦えるっていう、そういったものが、タイタンなんですね。そのタイタンフォールっていうゲームでおなじみだったんですけど、そのオートタイタンを投下可能で、これに乗ることはどうやらできないらしくて、で、実際にこのオートタイタンは、不動直立、その場から動かないっていうのプラス、ミニガンによる射撃が可能だから自動的に、敵に照準を合わせて撃ってくれるっていうのと、プラス、ブラハのスキャン、要するにエリア内のブラハと同じようなスキャンができるらしいんですね。で、このスキャンの間隔っていうのが 0.5 秒に1回スキャンするっていう、結構とんでもないスキャンの頻度なんですよ。で、そちらの、アルティメットの動画があるので、まずはこちらをご覧にいただきましょう。どうぞ。はい、こういった形で、実際にそのブラハのスキャンだとかミニガンの射撃だとか、あとそのオートタイタンを、エリア内投下する様子だとかも、見られたと思います。で、実際に、このツイートは、データマイナーの方、この人ビアストさん、ビアスト123からリークされました。で、この人、ぶっちゃけ言うとガセネタを投稿するような人じゃないんですよね、そもそも。今まで結構そういったなんだ次のレジェンドの、データマイニングによる予測とかしてたらしいんですよ。あんまりデータマイニングっていうのはこの動画で扱いたくなかったんですけど、今回の動画の趣旨はあくまで信憑性の、考察ですので、そちらはご了承ください。で、このビアストさんっていうのが結構そういったデータマイニングによる、リーク情報を出していたんですけども、ただね、この人結構信憑性が高いデータマイニングをすごいしてくるんですよ。で、ここまで、バチバチのガセネタっていうのは投稿しないわけですね。で、それによって、ただ突拍子もないわけですよ、この映像しかり、そのブリスクのアビリティとかウルトしかり。で、それによって、信憑性が疑われているといった形ですね。で、この人、こういった、そのアビリティの画像だとか、あとこのタイタンの動画とかだとかを、投稿した上でこのように追記補正しております。このビデオ
このスイッチ版の、ビデオを撮影した、誰がいつ撮影したかっていうのは定かではないんですが、おそらくシーズン6後半からシーズン7の間に撮られていると推察される。で、次に彼の能力についてのファイルがないため、次のレジェンドではどうやらなさそう。で、最後にこの戦術、レジェンドの能力すべてがすでに変更されている可能性があることも忘れずにというふうに、こちらでね、補正追記しております。で、実際にここから、この動画しかり、ブリスコの能力が果たして、本物なのかどうなのかっていうことを話していこうと思います。で、じゃあまず、アビリティ、そのブリスクの能力からについてです。で、パッシブに、調査ビーコンとか、あと壁走りができるっていう風に書いてあったじゃないですか。この壁走りっていうのが、随分前に、そのゲームリードデザイナーのダニエル・ジー・クレインさんが、エイペックスで壁走りをできるようにしたいという風な旨を発言していたんですね。で、それがもう大体1ヶ月以上前で、僕もそれについて動画を出したことがあるんですけども、どうやらその内容と合致するんですね。壁走りができるっていうのが。で、おそらく全レジェンドが壁走りをできるんじゃなくて、こういった一つのレジェンドに壁走りができるというふうに絞ったのであれば、それはそれで、ある程度、裏は取れるというか、ここに関しては、おそらく信憑性はあるものだと僕は感じております。で、プラス、アビリティのリングフレア、もしこれが本当だとしたら、その、リングフューリーのイベント自体が、もしかしたらブリスクの大規模な実験のイベントだったんじゃないかというふうにも推察できますね。はい。で、おそらくそのリングダメージに関しましても、どうなんですかね、普通のただリングダメージだったらそこまで脅威にはならないと思うので、ここもおそらく調整するんですよね。で、最後のアルティメットです。これに関してがすっごい疑問でして、で、オートタイタンとか、そもそもタイタンホールっていうのが前のゲーム、エイペックスの前のゲームですので、だからありえなくはないんですが、あまりにも突拍子がないんですよ、これに関しては。で、ブラハのスキャンもめちゃくちゃ高頻度 でミニガンの射撃できてて、これ強すぎると思うんですよね。で、ただ先ほど このね、アルティメットを投下する時の動画があったと思うんですけども、この動画が、このビアストさんが制作したのシーズン6後半からシーズン7の間に撮影されたものだとしたら、ある程度信憑性が高くなるんですよ。で、なんでかっていうと、これスイッチ版で撮影されています。で、スイッチ版の、UI あるじゃないですか、このボタンの、このデザインですね、この表示、この、ハット UI が全部同じ、デザインなんですよ。要するに、スイッチ版が、発表され、そして、リリースされた、つい先日ですね、3月10日よりも、半年以上前に撮影されたことになるんだとしたら、おそらく、本物の可能性があるんですよ、このスイッチ版の、UI が全く同じっていうことは。で、プラス、この映像のフェイクを作るのがめちゃくちゃ難しいんですよ。で、なんでかっていうと、まず画面の揺れしかり、そして、そのタイタンが降ってきた時の土ぼこりのエフェクト、プラス、影の描写、あとそのレジェンド、ウルトタイタン のこの枠の表示の仕方だとか、こういったものがすべてめちゃくちゃ、本物に近いんですよね。で、例えばその土ぼこりのエフェクトもそうなんですけども、タイタンの影とかも動いてるわけですよ、このタイタンが動くことによって同時に。で、ここまでリアルな描写を、普通の CG ソフトで再現するのってなかなか難しい話なんですね。で、この画面の揺れもそうですし、で、プラス、このアルティメットの、このね、デザインとかも結構、そのプレーターのマークになってるんですけども、もともとこのブリスクっていうのはエイペックスプレーターズっていう傭兵部隊を仕切っていて、で、おそらくその、ストーリーとしての辻褄も合うわけですよ。で、あと要するに、最終的にこれは本物か本物じゃないかっていう話をすると、本物に近い可能性がありますね、僕が見るに。で、その、パッシブの壁走りの裏付けだったりとか、そのリングフレアの裏付けだったりとか、あとプラス、そのスイッチ版の UI の一致だとか、あと、そういったものを全部加味すると結構信憑性が増すんですよね、ガセネタっていう風に捉えられてはいるんですけども、少なくとも僕自身は信憑性が高いものだと思っております。ただ、これがもしシーズン6後半からシーズン7の間に撮影されたと考えれば、おそらくその運営の方もこのタイタンのアビリティだとか、あとそのブリスク自体のアビリティとかも調整している可能性があるので、このまんまの内容で出る可能性に関してはめちゃくちゃ低いです。はい。ただ、このビアスさんっていう、今までそういうバチコリ嘘をつかないような人が投稿してるの
っていうのプラス、まあ、そういった裏付けがあるっていう意味では、僕自身これ非常に信憑性が高いものだと思いました。はい、皆様いかがでしょうか。ぜひともね、これなんだ、もう自分のね、これガセなんじゃねえのとか、さすがにタイタンはまずいでしょとか、タイタン来たら胸熱だねとか、まあいろいろご意見ありましたらね、コメント欄にご意見のお寄せの方よろしくお願いします。はい、っていう感じでね、今回はそういったのんともとんでもない突拍子もない、このね新レジェンドブリスクに関する、データリークの信憑性について語っていきました。もしこの動画参考になった、もしくは面白かったって人いましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは今回お送りしましたのは TI クランのプライズでした。またね、バイバイ。